ません、助かります。ここに置いてください。もう大変だ。台風で相当の被害があったと思いませんでしたか、うち。ああ、そうそう、またガラス大丈夫かなと思って。ええ、そうだ、ガラスやれたんだ。うん。ダメ。ダメ。はい。ダメ。じゃあ、大盛りラーメンで。大盛りラーメン。まずラーメンを先に。大盛りを待たせ。ありがとうございます。ラーメン500円です。大盛り570円です。最近ゴルフやりましたか？全然。全然でございます。日本でやらないしね。ああ、日本でやらない。海外資産があるからね。この人はね、お金持ちだからね、タイかなんかにマンション持ってる。へえ、すごい。タイに行ってやっていくんだけど、まあ、女性の方はあんまりやらないっていうかね、うん、真面目な方で、うん、ゴルフだけは特別にうまいんです。あ、そうですか。昔、ベンツの12キト乗ってた。へぇ、12キトなんかあった。なんだ、SL なんて言うんだろう、SLC って言うの。 SLC っていうのがあったんですか。ハードトップ。あ、ハードトップ。この人は影の功労者でね、アルミサッシ屋さんなのね。だから、うちの裏の戸は、インロックしかできなかったんだけど、うん、表に鍵つけて、表から鍵かけられるんですよ。へぇー。随分昔じゃないですか。あと、茶ダンスのガラス割れちゃったのを、みんな作って、手の引っ掛けたところをみんな削って作ってくれてさ、とっても天才的に上手な人。それはありがたい。ありがたい。400万も借金踏み倒されて。誰？あなたよ。あ、昔でね。昔でもないよ、最近だよ。よく生き延びたね。そんな大変なことがあったんですか。大変なことなんだけどさ、よくまあさ、俺だったら陰険な顔になって、でもこの人いつでも同じ顔で、変わらない人間で偉いなと思う。
店閉めんの？うん？来年店閉めんの？いや、そうでもないけど。いや、違う違う。分かんない分かんない。あ、あなた。来年やめんだって。で、あの、仕事場っていうか、仕事場兼住まい？うん。入れたんですよ。行ったの？安く。お二人？いいや。うん、ありがとう。どうもありがとうございました。リタイアしてタイに行ってたら、俺もリタイアすることになったら呼んでね。はい、呼びます。ありがとうございます。ではまた。ありがとうございます。素敵な方。いい人だ。え、もうリタイアを考えるんですね。ねえ、早いな。あの人ね、すごいいっぱい働いた。うん、なんか日曜日もでも何でも、なんでこの人こんな働くんだろうってぐらい働いた。そうか、だからリタイアしていいのよ。そうなんですね。1時前ぐらいになったら、ある女性が来るんだけど、その女性は今船に乗ってるの。帰省に乗って、クルーなんだけど。だけど学生時代、18時で大学入った時からずっとうちに来てて、それで明治大学でもって演劇を、シェイクスピアを一生懸命研究してて。うん、船乗りさんになったんですか？船乗りさんなんです。まあ、と言っても中であのイベントなんかあった時の MC やるとか、うん、なんかそういう役割らしいんだけど。全然ガラガラです。ありがとうございます。隅の方でひっそりとありがとうございます。いやいやいや ショーの司会をしたり、あとお客さんが退屈しないようにちょっとゲームやったりするんですけど、ちょっとスポーツゲームやったりカードゲームしたりっていうのやってます。そうですか。ナーピナーですね。でもお客さんって言ってもまあ70歳平均ぐらいなんで、もうちょっとした老人ホームみたいな。そうです、ね、楽しいです。いろんな話も聞けるし。ワンタン麺とか。ワンタン麺食
クルーズっていうのはそういうお客さんが多いですね。そうですね、あの時間、お金があって時間があって、夏休みとかになると家族連れも増えるんですけど、基本はもう富裕層のご夫婦みたいなばかりですね。78歳って書いてあるんですけど、あれ嘘俺って時々冗談言いたくなるんでさこれはどうしたらいいんでしょうか。あ、置いといて、よく聞いてくださいましたもしできるんだったらスタバ方式でこちらにお持ちになってこちらに置いていただいて、お金をあそこに置いてサミットじゃないけどセルフレジで自分でお釣りを持ってってご主人はすごい福耳ですね素晴らしい。それから失礼します。ごめんなさい。ありがとうございます。トヨタ自動車の CM 撮ったって。聞いてないです。聞いてない。聞いてない？あと水尾銀行の CM 撮ってさ。聞いてない。その前にね、IBM の CM 撮ったの、ね、よ。聞いてない。そう。いつからなんですか？で、これはこの間韓国映画の撮影でさ、たったこのぐらいのシーンなのに、なんか7回ぐらい演技指導で持ってさ。やり直させられた。すごい。ね、台風の時、本田さんどこにいた？台風は船出られなくなっちゃったので、瀬戸内海で浮かんでました。瀬戸内海で待ってたの、うん、浮かんで待つんですか？はい、港に入れたら私たちも助かるんですけど、ただ港ってやっぱただでは入れないので。ああ、そっか。ってことだと思うんですけど、浮かんでました。一度働いてませんか？月給100万でいかがですか？もうすぐ私死にますからすぐ社長ですよ。無理です。どうもすいません。小飯塚さんのインスタで。うん、また小林さんの絵見ましたよ。あ、新しくね、描いたんですね。あ、そうそう、かっこいい。吉岡里帆っていう人。うん、聞いたことある。可愛い女の子の写真撮るのに。これはドラマの撮影でさ。そう。食べに来た。11月22日にオンエアする。テレビ朝日かな。時効警察っていう。あ、なんか CM で見た気がする。うん。で、彼女が食べに来るシーンなの。彼女と、あと小田切城っていう人。もう一人以上座ったんですか？もう一人誰かいたかな。バイト以上どこ座ったんですか？あそこ、あのテレビのこちゃったあそこ右側吉岡里帆、うん、で、こっちに誰か座ったかな。一回来ない間に随分いろいろあったでしょ。ね、最後に来たのは7月ですもんね。だって IBM の CM って考えられないじゃない外人が言ってる、照準に来てさ、うん、外人の女優と外人の男の俳優と来てさ、うん、で俺のこと小林さんと呼ぶわけ、うん、俺は小林って名前で出てる、うんうんうん、すごいすごい。大盛りラーメンください。大盛りラーメン、うまくいったら半分3時半からやるときは9時ぐらいまでやってるわけ。だからいろんな来たい人はみんな時間の幅があるから来れたのね。だけど最近こういう状態だから誰も馴染みの客が来れなくなっちゃう。そうそう。チャーシューお願いします。チャーシュー麺、はい。なっちゃん、ここから出てグロッといって裏の入り口入るわけ。裏の入り口を入ると白いカーテンあってめくると左に大きな冷蔵庫があるから開けると扉にあの
なんかソフトドリンクあるからちょっと取ってきて、自分の分だけ。大盛りラーメンでしたっけ？ラーメンです。680円でございます。すいませんね。じゃあお金はこのテレビの前に置いていただいて、丼はこの流しの方までお願いします。すいません。どうする？違うよ、大きい冷蔵庫って。大きい冷蔵庫、小さい冷蔵庫。もう一回言っておいて。あ、すいません、ありがとうございます。終わりです。すいません、なくなりました。11月にまた休みがあって。11月、今度早いんだね。そうなんですよ、なんか船が整備期間に入ってそこだけちょっと船が何時船が整備に入るんですよ。あ、そう、年1回。へえ、うんと整備した方がいいよ。お休みなのでそこでまた。それって有給休暇？いや、有給休暇じゃないの。なんかね、いろいろあって、私たち部長が乗ってないとお金もらえないんです。おっすら。そうなんですよ、これまあちょっと8月とかは全部乗ってたんで。そう、カッコリ。どうもすいません、580円です。よいしょ。そしたらありがとうございます。じゃあね、また元気でね。はい、ありがとうございます。またすぐ来ます。ありがとうございます。またお会いしたら。鈴木さんです、よろしくお願いします。ありがとうございました。また、はい、ありがとうございます。ほら、1時半だよ。1時半ですよ。1時半どうしましょう。前まだちょうど今頃起床してる頃だった。あ、そうですね、そうなんですね。7時頃お風呂に入って、朝の7時頃お風呂に入って、うん、一晩中起きてて7時頃お風呂に入って、うん、ちょっと 2,3 時間寝てからなんか今頃のこのこ起きて、うん、そろそろ やんなくちゃ、うんうん、で3時半に開けて、うん、お客誰も来ないなって言って、うん、1日10人ぐらいしか来ないやどうしよう。で、これじゃあもう潰れてるな、もうほとんど潰れてる、うん、潰れてる状態だなと思って、うんうん、そのあたりであの息子が来たんだよ、うん。でもう夏休みだけど掃除もできないしさ、うん、なんかもうダメとか言ったら、なんかある朝起きてみたらなんか一人やってるのよ、うんうんうん、びっくり言うてんだよ、なんでお前やったこともないのに一人でラーメン屋できんだよっていうかさ、うん、厚かましいというかさ、お客いっぱい入れてさ、11時ぐらいからやったからなんか、でびっくりしてなんかつられて早く起きるようになってきてさ、うん、で気がついてみたらなんか This is life になってきて、うんうん
かったですね。よかったなと思う。そのままずるずるっと終わっちゃうよりいいですよね。なかったら、うん、あのままずるずるとあの段階で終わってたかもしれない。さすがひろちゃん。ひろちゃんのせいで2年伸びた。2年伸びた。クローズが2年伸びた。なんかね、あの人前に投げ飛ばされてるからね、あの人下がられないのよ。圧倒的な筋肉の差があるからさ。やっぱり力じゃ。やっぱり、ね、発言力ある、筋肉の裏付けのある発言っていうのはやっぱり無視できないっていうかさ、うんうん、そうなんですよ、やっぱりなんか、ちょろい、へなちょこだったら全然逆らうんだけどさ、うん、で、なんかプロテインも飲みたくないのに飲みな、これちゃんと1日これ4杯やってこうやって飲みないで、で、なんかグルコサミンみたいな膝痛いとか言ったらこれもで、顔にシミができたら、じゃあこのビタミンシミで、なんか便秘気味だったら、この乳酸菌とか、あの普通のヤクルトなんかじゃ全然腸まで届かないから、こういうのを作ってます。なんか見えてる。いろいろ知ってるんですね。で、真相真相って言うからさ、あの韓国からなんか、6年間熟成した朝鮮人参のなんか、うんうん、あれなんかサプリみたいな。なんかね、うん、こう、このペースで行くと、店終わってパッと軽く片付けてさ、うん、それでなんか芝居なんか見に行けるとかさ、あ、そうですね。なんか毎週火曜日の休みはシェイキスに行くんだけど、うん、なんか火曜日の日に運転免許の更新で自動車教習でなんか講習受けなくちゃいけないんで、うん、なんか潰れたからパッと閉めて行ってこれるとかさ、うんうん、ああ、じゃあなんか行動のパターンが変わってきますね。そうそう。うん、なんか明るい感じになってきて健全ですよ、ね、全然いいですか、ラーメン いいんですけど、そのラーメンがないんです。あ、ないですか。え、もう全部もう経営者のやる気がなくなっちゃったんで、もうやめちゃって、すいません、ありがとうございます。どうもどうも。ね、これほどつぼみがいっぱい開いたの初めてだよ。本当だ。まだまだだ。まだでしょ。すごいなぁ。昔荒川さんも出てる映画でもって、うん、その天国の状況映像が出るわけ、うん、で真っ白くて綺麗な広いところでさ、うん、そこでみんなカプセルみたいなところでこう寝てんだけどさ、もういたせり尽くせりでさ、うんうん、なんか3日もいると死にたくなるっていう天国の情景、いいな、死にたくなるっていうんです。いたせり尽くせりはちょっと問題があるんだね、やっぱりね、うんうん、だって人類が誕生して400万年、ほとんどが飢えと寒さとの戦い、うん、だから飢えと寒さっていうストレスがないとなんか生きている意味がないっていうかさ、うんうん、人間はね、病気で死ぬんじゃないんだって、うん、人間は寿命で死ぬんだって。なるほど。寿命があったから生きてる、うんうん、癌にもかかわらず、うんうん、そうですね。まあ、親父は65で死んだから、俺もそんな長生きしたくない。親父よりはダメだから55で死ぬだろうと思ったら、うん、結構ね28だけど、だいぶ来たよね。来ましたね。どうしよう、親父が死んだ時、本当に55まで生きればいいや、どうせ親父さんよりなんか能力ないんだろう。親父が65だったら俺は55だろうと思う。親父さんより長生きしたらどうしよう。戦争で死ぬやつは大体強いやつだ、うん、あ、そうですか。弱くて、なんかお前ダメじゃない、だってヘロ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 だからヨロヨロしてるやつ大抵生き延びるんだ、うん、船が沈没してもそういうやつは生き延びるんだ、うん、そうか、強すぎちゃう、強すぎ向かってちゃうかな、うん、例えばあの大雨で川が流れてる時に流されたとしていたら強い人は泳ぐわけ、うんうん、で体力消耗して死んじゃうわけ、うん、ところが弱い人は泳げないから流されてるわけ、うんうん、ある時に木にぶつかるとか岸辺に押し付けられるとかしてなんか生き延びちゃうっていうかさ、あ、そうか、強ければいいってもんじゃでもないらしい。あ、
そうかもしれない。昔は違ったのよ。昔は本当に一生懸命やってできたの。だからできなくなったから自然的に自然にこうなっちゃったんだけどさ、昔はもう満員でもって俺が一人でそばあげて20杯も一度にあげてて、その状況でもってお客は平気でお水おかわりとか、お冷やおかわりとか言って、その20杯あげてそばパッと離れてピュッといってお冷やくんでパッと出してまたその20杯そばあげ続ける。そのぐらい体が動いてさ、なんかすごい、俺って忍者かよと思うぐらいなんかすごいなと思ってさ、でなんかみんなそれぞれいろんな注文、今と違って冷やし中華から味噌ラーメンからもやしラーメン野菜ラーメンとかみんなそれをみんな消化しながらさ、団体客の、ね、お勘定をみんな計算してさ、自分で受け取ってさ、お釣り上げてさ、よくまあできる、うん、あ、それのことじゃないですか。この間ね、勝也さんが条件反射でラーメン作ってるって言ってた、そうね、体がこう反射的に動いてたんですよね。そうそうね、頭もみんな機能したの、うん、機能低下してきた機能が。それはなんか何でもきっちりやらなかったら気が済まないっていうかさ、今はもうほらできなくなったからできなきゃできないでいいやしきでしょ、うんうん、いい、もう死にそうなったら死にゃいいんだっていうかさ、そのね、その境地になったらね、もうプログラムを変えてさ、うん、ここまでまでは考えられない、ここまで来たら上等だろうと思う、いつ死んでたら別に構わないんじゃないの。いいね、あとやることは死ぬだけなんて楽でいい。他じゃない、若い人はなんか夢と希望を持っている人はさ、頭のいい人とかみんなやんなくちゃなことはものすごいいっぱいあるじゃない。ああ大変ですよね。大変だよ。覚えてるでかいとこ、なんだっけ、オーストラリアだったけど。